どうも、こんにちは。今回は、左尺骨短縮術及び左肩関節胸師化クリーニング術からの完全復活を目指す高橋春人投手についてご紹介していきます。このチャンネルでは日々タイガースの情報や、面白い動画を投稿していきますので、チャンネル登録がまだの方は、ぜひお願いいたします。タイガース一軍は苦しんだ6月も終わり、 7月は白星スタートとなりました。優勝争いが激化する夏が始まり、課題だった得点力が徐々に改善しつつあります。タイガースファンなら1軍の試合結果を追う一方、高橋晴人投手の情報も気になるところです。現在、育成契約となっている高橋投手、4月18日のオリックス戦で893日ぶりに対外試合に先発し、 実戦復帰しました。この時点では、まだ左手首の硬さが残っているといい、そういうのが良くなっていけば、もっと上がってくるかなと思います。ストレートが良くなれば、と語っていました。実戦復帰から中6日ペースで順調に先発し、3戦目では900投日ぶり甲子園でのマウンドへ上がりました。 ピンチを作るも147キロのストレートに鋭く曲がるスライダーで一回無失点に抑えました。高橋投手は、久しぶりの甲子園のマウンドで歓声もすごく聞こえましたし、ここで投げることができて楽しかったですし、幸せだなと思いました。と一軍復帰へ向けて着実に進んでいます。そして、また一段と進んだのが5月15日復帰4戦目。 これまで参戦は1イニングのみの登板となっていましたが、この日は復帰後初の2イニングに登板。結果は2回1安打無失点に抑え、さらにこれまで147キロが最速だったストレートが148キロに、高橋投手は、初回が一番体力を使うイメージがあったので、2イニング目はこんな感じだったな、と手応えを感じています。 そして5月23日、5戦目では最長を更新する3回を投げ切りました。結果は3回無安打無失点、4奪三振。と完璧な投球でした。味方のエラーで出塁を許しましたが、しっかり低めに請求し、閉殺打を打たせるという内容も素晴らしかったです。3イニング投げたら、ピッチングしてるなっていう感じは出た。 どのタイミングでも投げられる感じだったので、変化球は良くなった。と語った高橋投手。この日は4奪三振のうち、3つは変化球で奪っており、まっすぐだけでなく変化球も徐々に良くなっています。しかし、復帰後5戦目には試練が訪れます。6月1日ソフトバンク戦。この日は3回を投げ、6アンダ6失点と打ち込まれました。 ストレートを連打された高橋投手。今後の課題についてはストレートを上げ、強さもコントロールも全部、頑張んなきゃなと思います。と語りました。それでも収穫はあり、2回は変化球も織り混ぜながら、三者凡退、2つの三振を奪いました。6月8日中日戦。この日は復帰後最長となる5回を投げ切りました。 結果は5回1安打無失点1脱三振。と、順調さを見せ、球数も61球と最多を更新しました。そして復帰7戦目となった6月22日オリックス戦。この日も前回当番と同様、5回を投げ切りました。結果は、最多の74球を投げ、5回3安打無失点に抑えました。ランナーを得点圏に背負う場面もありましたが、 緩球を使う丁寧な投球で抑え込みました。高橋投手は、まっすぐは微妙なんで、工夫して投げられた。前よりは感覚が良かったかな。としながらも、点取られてもおかしくなかったんで、まだまだっていう感じはあるけど例で良かった。と、本人はまだ思い通りの投球はできていない様子。それでも和田二軍監督は、 いつも通り良かった。投げるたびに良くなっている。と絶賛。そして8戦目となった7月2日中日戦。この日も5回を投げ切り、3戦連続で5回と復活へ近づいています。結果は5回に失点8脱三振と三振が目立ちました。初回はワンアウトからヒットを許すも2者連続三振に抑え、2回から4回までは毎回三振を奪います。 5回に犠牲フライなどで2点を失うも、この回も2奪三振。合計8個の三振を奪い順調な回復ぶりをアピールしました。まっすぐは147キロを計測。変化球もしっかり制球できており、球数は最多の86球を投げ込みました。高橋投手は、今までで一番良かった。と、一番の手応えを感じています。 ここまで8試合に登板し24回を投げ、防御率3.38、26奪三振という数字を残しています。3回6失点という試合もありましたが、ここまでほぼ完璧に調整が進んでいます。変化球の精度は素晴らしいですが、少し気になるのはストレートの球速がまだ上がってこないことです。 高橋投手の最速は152キロ。手術前は常時平均150キロ前後のストレートを投げ込んでいました。この球速が後2から3キロほど上がってくると1軍で無双すると思います。そして気になる支配下復帰ですが、シーズン中の支配下登録選手の登録は7月末までが期限と定められています。今月末で期限が来ます。 よって、高橋投手は今月末にも支配下登録されるのではと考えます。ただ、支配下登録後もしばらくは2軍での登板が続くと考えます。焦って1軍で登板させる必要もないですし、何より無理して登板し、再び怪我をされても困ります。8月下旬くらいに1軍復帰をめどに、それまでは2軍で9位、急速、スタミナを磨くのではないでしょうか。 いろんな人に助けてもらい、投げないと応援してくれた人も報われない。このまま終わるとダサい。ダサいまま終われないので、頑張りたい。こう語っていた高橋投手。トミー・ジョン手術から2年。左肩の手術から1年。着実に復活への道のりを歩いている高橋投手。背番号129から29になる日はもうすぐかもしれません。 以上、高橋春と投手の現状についてご紹介させていただきました。チャンネル登録、高評価をぜひお願いいたします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。